そう。ちょっと待って。もうちょっとしたらお顔を出すから待ってね。オンラインでする。だから2人しかいないから、コンピューターとひいさや。ちょっと待ってね。リップ塗ったら顔出せます。髪めっちゃ暗くなった。でも本当に今だけだから、すぐ色落ちしちゃうから。本当バイトで配信来れなかった。でも15分しかしてない。15分だけ配信した。よいしょ。こんばんは。ねえ、ハゲてる。まあまあまあ。やーい。そう、暗くしました。髪暗いの最近好きで。髪暗いの好きなんだ。そうなの。そうなんです。めっちゃ好き。嬉しいな。やった。ちょっとね、インスタ投稿したくて。でかさやうさの動画投稿したくて。ちょっと待って、編集する。こんなもんかな。 本当に意地悪、かわいすぎるさやうさだね。これで、これで。なんかさ、インスタでさ、曲選ぼうとするとさ、超絶ヒロイン入れたいんだけどさ、なんかあれなんだよな、オフボーカルしか入ってないの。これで音つけます。なんで？逆に。ね、逆にさ、超絶ヒロイン歌詞なし。ここにしようかな。なんかおすすめされたから。で、曲流したらバンされそう。あともう少しで400いくね。嬉しい。いっぱい。待って、ひーちゃんから LINE 来た。
すごい無言になっちゃう。これでいいかな。ねえさ、ヤウさんが可愛すぎてみんなびっくりしちゃうよ、この動画。カバーを編集。こうかな。お、ハイトーン派だったけど倉上派に乗り換えてます。お、そうなの。嬉しい、暗いの好きって言ってくれるの嬉しい。さやが今暗いの好きだから。ちょっと待って、ちょっと待って、やり直す。ちょっと悔しい。いい感じに投稿したいから、ちょっと待ってね。これでもう一回チャレンジします。もう一回超絶ヒロインを検索して、これであまりにも可愛い、ここかな。え、なんか違うんだけど、ここ今ねカバーをめっちゃこうかな。あ、いいんじゃない。待って、かわいい。激カワです、さやうさが。いいじゃんいいじゃん。ここにして、詐欺。うさぎ。どうしよう、絵文字。一旦これにしてみようかな。待って、同じ絵文字使いたい。にっこりみたいな。なんかやだ。なんか可愛いのないな。ちょっと待って。これでいっかって可愛すぎる、あまりにも可愛い。ちょっと待って、
じゃん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 動くビックさやうさビックってさくぐグーかありがとう。みんなグーと教えてくれてる、ありがとう。ちょっと待ってね、あと2分で乗せたい。すごい結婚してってくる。ライト結婚してっていっぱい言うけどしないよ、残念。しないだよ。投稿します。せーの、いくよみんな。じゃん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 。来た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 、ね、サムネっていうのこれめっちゃ違うんですけど、かわいい。7秒動画、なんかめっちゃ久しぶりのリール。あれ？音が流れちゃう。あれ、このさ動画みたいな方に表示されないのかな？待って、インスタ難しくて分かんないんだよね。あ、表示されてた。意地悪くない？
本当に可愛すぎるよ。いっぱいコメントありがとう。ビヨンビヨンってなってんのがめっちゃ絶対下に綿足りてなくて可愛い可愛すぎる。インスタコメントしてきてありがとう。これさ、X でも投稿しちゃうんだから。あのさ、ツイッター X 投稿するときにさ、インスタボーンってなるじゃん。あまりにも可愛い画角すぎてやばい。やばいよ。蚊に刺されみたいなのがちょっと痒すぎる。かわいい。これが親バカっていうものですかね。かゆい。笑えてくるもん、可愛くて。冷やすといいらしい。冷やしてみようかな。投稿する。可愛いから見てほしい。シェアした時のさやうさの画角が。
ね、可愛くない？可愛い。さやいなくなった。ドアップ。グッズかね、みんなグッズ化してほしいって言ってくれて本当に嬉しいです。本当ありがとう。いいんじゃない？ツアーが終わったらここに来るからお楽しみに。セアも待ちわびてます。でもツアー終わっちゃうのは寂しいけど、本当にツアー終わってほしくない、楽しすぎて。うん、寂しいだけ、悲しいだけ、寂しいだけ。どうも富太郎です。私が富太郎や。急にメイク足す。いや面白かったです、収録も楽しかった、ずっと笑ってたね。明後日オンラインお話し会だよね、楽しみ。さやも1ヶ月ぶり、すごい。いろいろ話したいことあるね、ツアーのこととかお話しようね。あさって始めまして、楽しみだよ。谷崎王になりたい、頑張って。お話し会、谷さやの歌を歌おうかな。歌ってほしい。やー、なんかくるみ用に買った犬の家具が届いたので、ひーちゃんと桃鉄配信するまでにちょっと組み立てようと思います。なんかめっちゃ重いんだよねこれ。よーし、くるみちゃん、あ、今はちょっと近くにいません。くるみちゃん、なんか
階段買ったの。すごいジャンプ力が本当にすごくて、いやなんかあれ完成で入ってんのかな、これ本当にくるみのジャンプ力がすごすぎて、まあ、プードルちゃんだからなんか足もね短くはないし、そうなの、なんかすごい怪我しそうだから足関節に良くないので階段を買いました。うん、重たい、うん、ひーちゃん、いや、わかんない。今は平気でも、今後ね、まだベビタンだから今はいいんだけど、ちゃんとあのね、関節のサプリなんかも飲ませちゃってるから、ベビタンに。毎日一錠赤ちゃんなのに、もうそれぐらいジャンプ力がすごくて、本当にくるみのママだよ、さやは。おーすごい、一人でくるみたん頑張って、もちろんね、家族の協力とかもたくさんだけど、さやがご飯あげたり、さやがそもそもさやが買いましたからくるみたん、私のくるみたん、すごい、何これ、どうやって組み立てるんだろう、ないよこれ待って、入ってないよ説明書これ、え、わかんない、オリジナリティみたいなちゃんとは一旦やっぱ各自で今配信してるから、このまま一旦やるかな。なんだこれ、なんだこれ、あ、階段だ、ちょっと待ってえ、ちょっとなんとなくやってみよう、だって説明書がないから。階段になってるよ、ほら、こうじゃない、なんかさ、さやのとこギフト固まってて何も動かない、うん、なんだなんだこれは、助けて、いけないかも、なんかこうじゃない、多分これはもう一個 つけるはず、ここにこうか、友達にねおすすめしてもらって買ったの、これ、え、何これ、え、でもちょっとなんか階段に
しては高くない？え？待って、ちょっと一回ちょっと買ったサイトを見てみる。うん、間違えた。あ、オッケーオッケー。三段階。あ、なんだ、買ったとこに説明があるよ。はい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 。ん？本体を展開します。やっぱこうなんだ。そりゃそうか。あ、こうらしいよこうしてなんか物入れられるね。からのそこ、これを入れるんだって。うんうん、わ、いいじゃん。え、めっちゃ物入れられるじゃん。え、確かに車の荷物入れられる。わ、よくない？これなんかキュッてフィットしてほしい。できた。かわいい。早く登ってほしい。いいじゃん。1分でで簡単だった。いいじゃん、いいじゃん。くるみちゃんは今日はちょっとここのお部屋にいません。今度。いや、もうすぐ1歳なんだよね。でもね、1歳のお誕生日一緒に過ごせなさそうで、お仕事で。はあ、悲しい。ママは悲しいよの気持ち。うん、もうすぐ1歳。できた。6月13日だよ。みんなくるみちゃんの誕生日プレゼントくれてもいいんだよ。さやに、さや宛てに。食べ物は送れない。生物ダメなの。そう、
飼ってるメンバーが結構ペット用品、おもちゃとかお洋服とかプレゼントでもらってる、見ていいな。みんながくれるプレゼント何でも嬉しいんですけど、うん、お洋服かおもちゃ。めっちゃちっちゃい 4S？ なんかくるみはすごいちっちゃくて、ちっちゃいんだけど結構細、痩せ型だから体重は 1.8 キロだけでめっちゃ細いんだけど、意外と見た目毛が多分プードルちゃんだから毛で大きく見えるのかな、だけどなんかね難しいんだよね丈感が。うん、 1.8 キロ。なんならこの間病院行った時 1.75 キロでちっちゃってなった、からすっごいもう本当にちっちゃいサイズじゃないとブカブカお洋服もう大きくなんない、ずっともう半年ぐらい 1.7 キロ1.7 と8をさまよってるから、もうね多分止まりました。くるみたんおもちゃもぜひ、超嬉しい、おもちゃおもちゃもうすぐに、新しいもの好きだから。こないださん、くるみはあれさやさ、一目惚れして大阪まで取り行ったって話したよね、お迎えに行って。でそう、くるみたん大阪生まれだから、そう大阪にくるみたんをお迎えに行くまでに、なんかお店にたまたま寄ったらペット用品雑貨屋さんみたいなペット用品が売ってて、そこで買ったサメのぬいぐるみがあったの。でもめっちゃなんかもう当時はそのサメのぬいぐるみよりくるみはちっちゃくって、でいつもね加えられなくてなんか暴れちゃうぐらい、なんかでもその子、そのサメと一緒に成長してきたのに、この間ついに破壊したから、綿噛みまくって綿取り出して破壊しちゃったから、すごいショックで悲しい思い出のぬいぐるみ。そう、カミカミしちゃうの。何でもおもちゃとか中身すごい、すぐに中身本当にすぐに取っちゃうの、本当にねダメですね。話飛んだ、そう破壊しちゃうの。悲しい、同じの買おうかな。だからそう、デカサヤウサと共存させたら破壊しちゃうかもしれないから、一緒には常には置けないかな。くるみたんが好きなおもちゃ硬いやつ、破壊しないから。破壊しないから。あ、でも音が鳴るやつとかめっちゃ好き。うん、あともうすぐひーちゃんとの配信だ。なんかくるみが一番好きなおもこのおもちゃが一番好きなんだけど、シャカシャカトイ。新品これこれなんか結構何パターンかあって、このシリーズシャカシャカトイね、これさやがこれ見た目が可愛いからさやがこれ買うんだけど、
これもう多分破壊する攻略を分かってて、でもめっちゃ好きなのくるみがこのおもちゃから7代目ぐらい。もう悲しいけど好きだから、なんかこれをね、これと遊んでる時すごい楽しそうなんですよね。だからいっぱい買っちゃうの毎回。アルパカこれストックこれ超小型犬から小型犬用、こういうね音が好きなんですよ。シャカシャカして、遊びまだ赤ちゃんですからね、元気いっぱい。そう、なんかあっても困んない。でも新しいおもちゃも大好きだからすぐ買っちゃうんですけど、さやがアマゾンの購入履歴がほとんどペットグッズ。さや、すごい。うん、絶対親バカ。だって可愛いんだもん。何でも買ってあげたくなっちゃう、くるみに。うん、でも大人になってくるにつれてきっとカミカミとかも落ち着くと思うから。うん。そろそろスイッチの準備しよう。なんかさや今お家の Wi-Fi が不調で、これも iPad からやってて、両方つなげるのかな、なんか自分の携帯でインターネット共有してて、こっちもこっちもインターネット共有ってできるものなのかな。どこだ、これだ。お、ひーちゃん来た。あ、いけそうだよ。え、できない。しかつなげないってこと？困るなぁ。ってことは、分かったぞ。一回 iPad から配信するのやめて、このスマホから配信したらいいんだ。で、iPad の接続を切ってこっちで。つなげる。ちょっと一旦切るね。なんかできないんだもん。またね。